夏の北欧便のコーナーでございます。よろしくお願いします。最近ちょこちょこ買ってた食器が一気にね届いたんですよ。結構個人的なコレクションで買ってるものも多いので面白いものたくさんご紹介できるんじゃないかなと思います。というわけで早速箱を運んでいきたいと思います。よっこら、よいしょ。よいしょというような具合でございます。お店の人みたいにね大量っていうわけじゃないんですけど、まあ、結構たくさん一気に届いたんでちょっと紹介していこうと思うんですけども、どれから行こうかなっていうところで、ちっちゃい箱が3つと大きい箱が2つあるので一旦ちっちゃい箱から開けていこうかな。せっかくなんで一発目に開ける食器は夏にふさわしいめちゃくちゃレアな食器を、ちょっと開封していこうかなと思います。それがねこれ、多分これなんですよ。開けていきますよ。よいしょ。どうしたらいいんだ。よいしょ。がーこれはシャカシャカ鳴ってるやつめちゃくちゃゴミになるやつ。活版印刷で作られたかのようなポストカードが入ってますね。かわいい。 Thank you 箱の中に箱タイプね。ちょっとどうしようかな。よいしょ。よいしょ。こいつが本体ですね。頑丈やな。前買った時そこまで頑丈じゃなかったような気がするんですけど。よいしょー、開けていきましょうか。おお。いい状態やね。いや嬉しい。操作はこんな感じでございます。はい、この操作からどんなヴィンテージ食器が登場するのか、なかなか難しいとは思うんですけど、これ当てれる人はねかなり特定のデザイナーのファンといいますか、結構コアなファンなんじゃないかなと思いますね。市場に出てくることはほぼないので、特に最近なんかね出てないね、売ってないヤフオクとかでもし出たら本当に10万ぐらいいってもおかしくないんちゃうとか思ったりするようなシリーズです。いたー、いてー、カッター刺さった。いけるか。あー怖。昨年入院した持病で血をサラサラにする薬を飲んでるんで、怪我がねめっちゃ怖いんですよ。血がねマジで止まんないんですよ。ちょっとこう引っかいたりしても血が止まんなくて、すぐ内出血とかするし結構怖いんですよね。気をつけないとこのラップ系の梱包がさ開けられへん。ハサミか、ハサミやな。うん、ハサミやった。ハサミでした。ラップ系の梱包はハサミで開く。全然たどり着けへん。ちっちゃいね。ちっちゃいんですよこれね。モデルが2種類ぐらい確かあるんですけど、こっちの方のモデルは一番見かけないしめっちゃちっちゃい。わあ、いきますよ。こちらでございます。シュルルルルルーン、エステリのマーズというシリーズなんですけど、これはねもうないもうないね。これほんまに手に入れへん。よいしょよいしょ。おお、こんな
感じでございます。夏という季節にふさわしい太陽的なデザインです。いかにもエステリって感じのイラストがいいですね。マダムな太陽でございます。なんでマーズっていうのかわかんないですけど、まあ、マーズっていうんですね。おお、やっぱ操作はちょっと広いんか。あんまりうまいこと噛み合ってないな。なるほどね。まあ、古いんで設計の甘さとかはちょっとあるかもしれないですね。いやーこれかわいいなー。これ手に入ったんですよ。知ってる人からしたらやばいさを理解してもらえるんじゃないかと思うんですけど、市場にあまりにも出ないんで探してる人も少ないのかもしれないですね。ちょっとね、このなんかちっちゃいくせにめっちゃ重いやつ、これ開けていこうかな。ちっちゃいのに重いのってね、パンパンに詰まってる可能性があって怖い怖いんですよ。中でふわふわになってたら食器は全然パンパンに詰めた方がいいんですけど、食器が密になっているパンパンは割れやすいから怖いんですよ。しかもこれどうやって開けんの？どこが開け口ですか？これは。え？ここ？いやー、のほほほ、こういうシステム、横システム久しぶりやな。横システムは開けるのが難しい。開けるのが難しいな。いや、なんかいっぱい入ってますね。よっこらせと、よいしょ。食器が安全でありますように。これもうね、欲しかったんですよ。ずーっと探してて、いやあ、ちょっと開けよう。こちらの食器、じゃ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 ーん。おー、どうすか、でかいねやっぱビアマグやからでかいですね。こんな感じの食器です。えらい偏ったところにこのハンドサイン入ってるけど、こちら HLA ヒルカリーサーホラの S モデルに絵付けされたシリーズの青い花柄のビアマグでございます。僕もともとこの HLA の S モデルのシリーズってマグカップで全部集めたかったんですよ。ティーカップばっかりいっぱいあってもしゃあないんで、マグカップで全部集めたいなと思ってたんですけど、あの値段的にスルーしていたらいつの間にか北欧食器の値段上がるわ、珍しいもんなくなるわで、もう全然手に入れられなくなってティーカップを集め出したんですけど、第1号としてこちらのマグをゲットすることができました。まあただね、全部揃えるのはもうかなり今は至難の技なので、まあちょっとずつ集まったら集めていこうかなと思ってるやつです。いやー、僕このね、派手な柄がねすごい好きなんですよ。完全に飾りというかコレクションというか普段使いのことを想定してないですよね。それがなかなかね僕の中でツボでいいなと思って、まあ日常使いはねなかなかできてないんですけど、まあ、せっかくビアマグが手に入ったんで使っていこうかなと思ってます。この HLA の S モデルの話もまた、いずれしたいと思います。僕の動画にちょいちょい出てきてるんですけども、めちゃ珍しい柄とかねあったりして面白いので、はい、じゃあこっち開けていきましょう。テレデテン、エミリアの角皿でございます。アラビアライアゴシッキネのね、いろいろなデザインがあるエミリアというシリーズ、非常に世界中にコレクターの多いエミリアというシリーズの角皿でございます。状態ね、めっちゃいい感じですね。おー、傷が、保管傷がちょっとあるぐらいで、もうほぼ完全な状態と言ってもいいかもしれないですね。日本ではどうなんでしょう、人気の方は。出たらちょいちょいなんか売れてるようなイメージはあるけど、いろんなデザインがあってね、可愛いですよね。レトロ感と言いますか。ちょっと柄近くで出しときましょうか。今回買ったのはこんな柄ですね。はい、すごくね繊細な線で描かれてるので非常にいいですよね。ライアゴシッキネンといえばいろいろな食器あるけど、エミリアもねすごく有名なシリーズの一つです。じゃあ残りの3点開けていきます。じゃーんと、
ちらでございます。はい、デンマークのクイストゴーデザインの、ちょっと読み方がいまいちあんまりいつも理解してないんですけど、テーマかな、ティーマじゃないな、ティーマではないと思う、テーマ、テーマ、まあ、なんかそんな感じの名前のやつです。あのかなりシンプルなので、市場的にはあんまり探されてる方はいないと思うんですけど、僕はねこの食器実はめっちゃいいんじゃないかと思ってちょっと掘り出してきたんですけど、まあ割と手軽に手に入るシリーズであるんですよ。このね周りのライン、これがまあアラビアで言ったらちょっとカレリアっぽい焼き色っぽい感じに入ってて、濃い色から結構ブルーになった色まで、なんか意外とね個体差があるんですよ。それがね実はシンプルでありながら非常に使いやすい可愛いシリーズなのではと思って、ちょっと今回3枚ぐらいお試しで買ってみました。うん、使用感はありますな。うん、色の差が少し出たので見ていきたいと思うんですけども、こっちは結構薄い緑っぽいというか薄い緑っぽい感じになっていて、こっちは青っぽい感じになってるんですよね。ビビたる差かもしれないですけど、この差がこの食器の魅力というか、なんか可愛いポイントやなと思ったんですよね。シンプルで使いやすい食器って結構ありそうでないような、ないようであるような、なんか微妙なとこで定期的に買っていくかなと思うシリーズですね。今はあまり人気がないのでちょっと買い時かなと思ったりしてます。3つ目の四角い箱を開けていこうかなと思います。いでよ箱、うわ逆向きやった、こっちでした。では気を取り直してオープン、よいしょ。うん、よいしょ。こちらの食器でございます。じゃじゃじゃんと、こちらも HLA の S モデルのティーカップでございます。これは中がじゃじゃーん、非常に美しいビビッドな水色と言いますか、セルリアンブルーと言いますか、なんかそのようなカラーになっております。ギャップが可愛いですよね。やっぱりねこの HLA のこのシリーズってみんな使わなかったんでしょうね。なんか食器として使うことをあんまり想定されてないデザインなので、非常にコンディションのいいものが多いんですよね。まあそれは後に買う僕らにとって非常にありがたいことではあるんですけども、おーいいな、いやーこれいいっすね。僕持ってるんですけどね、僕持ってるんですけどちょっともう一個買いたくなっちゃって、この S モデルのソーサーのさこの色よ。他にもね青が3種類とか4種類ぐらい実はあるんですけど、これかっこよくないですか。がっつり色染めてる感じは普段のね日常使いを想定されるアネモネとかロスマリンとかそういう食器にはなかなか使えない技というか、アートデパートメントで作られたからこそこの攻めれる色の組み合わせというか、それがねやっぱいいなと思うんですよね。こういうのを日常的になんか使ってみたい、そういう風に思ったりするわけでございます。ひとまずちっちゃい3つの箱は終わったんで、次ねデカめの箱2つ開けていこうかなと思います。